サニーショー、ドンピシャです。プリヤコです。よろしくお願いします。お願いします。ニオツ。はい。続きからでございます。お願いします。8回目。おいや。やっていきましょう。いきましょう。本日やっていくのは、こちら。はい。メインミッション。死産強化。じゃあこれ読んでいきましょう。お願いします。信長様は、立て直した軍勢を引いて、すでに、近江に向かわれた。浅井朝倉と死を決するおつもりだ。近江と越前を合わせた兵となると、侮れぬ大軍だが、信長様も援軍に徳川勢を呼び寄せたらしい。徳川家康殿は、尾張の東にある三河の大名でな。信長様にとっては信頼できる名誉だ。こいつはでっかい草になるぞ。よし、俺たちにも陣に加わろう、秀の字。おし、あぶねえ。いや、あぶねえ。ギリギリだったね。あ、ギリギリだった。ギリギリセーフ。ギリチョン。よし、じゃあこれをやっていくよ。試作完了。完了です。出立。いけ。ムービー。姉川を浅井朝倉の地で染めよ。来たー。いすぎー。放てー、放てー。完全なる向こうガッチできたな。いやおや出ましたよ。ドゥー、目に見えて強いもの、絶対強いやつ。さあ始まりました。よろしくお願いします。こちらこそ。お、なかなか今回、軽装じゃないですか？うん。お！槍なんですよ。すごい。槍に合わせてきた感じです。すごいなぁ。一気だ。起こすよ。起こせますね、これ。うん。一気だわ。ファミコンでも出てたでしょ。そうだね。一面とかに一面とかでいたね。そう。ああ。もう一兵士として今回は。なるほど。行こうかなと思って。僕は、ちょっと魚をさばきに、日本の包丁を持って。でっけえ包丁。それあれだね。ばあさんのだね。そう、おばあちゃんから譲り受けた。畳だ。この包丁で、さばいちゃろうかなと。思うちょります。なかなか、きつい戦いになりそうだ。あー、これもう一歩もさ、うん。憧れている、大立ち、という。で、いいよねー。なんだかんだやっぱかっこいいんだなっていう、うん。武器を今回は使っていこうと思っているんですが。声が。かわいいね、声。無名が。あやかし狩りついでに一緒に行ってあげる。一緒に来るてよ。え？暴行開始。いいの？あ、あ、いらっしゃいますよ。見しちゃるか。見しちゃれ。これ本当に木だな。ほっ、あ、いいダメージ。あ、届かず。うわぁかわいそうに。かわいそうによ。失敗したな。あ、なんか怒られたけど。いきなり。どこをどう見てふざけてると思ったんだろう。ほんとだよね。ピリピリしてるな。ほんとだよ。俺らそういうので来てねえんだよ。そうだよ。やめてくれ。あれ、どうした？おい、なんか。ちょっと。おいおいおい。怖いなぁ。やめてよ。やめてよ。怖い怖い怖い。なんだなんだ。
荒ぶってるぞ、ずいぶん。怖いよ。怖いわい。あ、じゃあ俺、右をもうやっちゃうから、あいつと。ああ、なるほどね。あ、なるほど。じゃあ、これ、やってない。大立ち対大立ちの戦。あ、じゃあ、そのままちょっと。っ近距離で。うん。これはいい戦いになるぞ。ドキドキするな。ムミオ、空気読んで。あし、ムミオ、おいどん。ムミオ、すぐスキルが上がった。あ、ムミオ、ムミオ、ムミオ、あ、ムムミオ、やってくれるな。明日ってくれよ。そいつに。同行するとこだったか。かっこいい。刀のしまい方マジかっこいい。ようしまえるよなそれな。本当だよな。無理でしょ、一回出したらしまえないやつでしょ、これ、うん、何それ、かっこいいこういう移動の仕方だからスタミナなくなってるけどもうダメ、疲れちゃう、うん、すぐ疲れちゃう。お、いますよ。あ、いいね。お、かっこいい。お、それも避けて。そっ、寺から来ることも計算して。そっ、なんだハハハハハハ。いいよ、ムミオがもうすごい頑張っちゃう、すごい頑張っちゃうな。頑張ってくれんな。あっ、やばい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 、一撃離脱なのかな。バンバン上がるスキルが。いいよ。いや、かっこいいな。あ、ダメよ。オン、3本ありました、そういえば。お、お、あっ、さっ、あー間違えた。もういない、もういない、もういない、もういないもういないよ。よーし、冗談でズドン、ズドン、ズドン、ズドン。あ、同じ。かかってこい。え、ちょっと。下っ。さっ。ちょ、あ、全然平気。あ、全然平気。さっ、さっ。増えたぞ。あ、ちょっ。ラグメイン。え、ちょっと。ありがとうございます。あれ、こんなはずは。あれ、もうこいつに、あ、あ、助かった。あれ、あれ、俺言えんのか。俺言えるんだね。俺言えんなら。お、お、やば、もうあっという間に3ポイント溜まっちゃったんだけど。ちょっと悩んであげたいから今回はあげない。なるほどね。うん、あげない縛りでいきます。あー、こっちか。あー、こっちも行けたっけ。あ、常闇かな。いやー、いやー、ちょっとゲージ回復しよう。できるかなー。おばあちゃんの、おばあちゃんの力見せてやる。いけ、さっ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 、当たってない最後。さっ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 、いいよ。さっさっザザッザッ、あ、やだ、うん、強すぎる、うん、そして裏にもある。さっ、いいよ、裏見えてないよ。はっ、ラグメイ違うんだ、違うんだ、あぶね。いいよ、調子いい。やば、危ない、なんと新鮮なんだ。グッ、なんか上から撃ってくる。いった、上から撃ってくる。使うしかねえ、あれを使うしかねえ。さあ、当たれ。はい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 、使っちゃえばこっちのものよ。ほい、うっ、あっ、よし、はい、いいよ、最後だよ。はい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 、もう容赦しない。なんだと、
勇者死ねえってよ。こいつらじゃなかったか。そうか、お花咲いてなかったな。咲いてない。それどころじゃない。この上だ。誰なんだ。上田原ゼル確か。武器変わった途端ゲームが変わるな。ほんとだよ。もう一周目やってる気分だわ。おい、おい。正直メイン武器だと二周目の枠を超えてるんだよね。やりすぎて。やりすぎちまったからね。やりすぎちまってるから。こいつか。こいつか。せいや。いいよ、よいしょ。アイ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 ヤー。痛い。あ、でもいいね。まあまあまあ3人だから。そうだね。ちょっと物足りないわね。もういちいち言うね。ちょっと物足りねって。バラ箱あります。欲しい、いろいろ欲しい。大立ちは何の、あれだ？ステータスだ？なんだろう？なんだっけな？ GO じゃなくて GO の下にあるやつだった気がするな。技でもなくて。うん。いいなぁ。大立。あのもいいよねー。大立いいなぁ。あ、俺なんかこの辺全然取ってない。よいしょ。やだ。あら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 。やだ。あら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 。あらあらあら。撃ってくんな。どこ？どこにいる？よし。あ、し、やってきました。死んじゃっ、じゃ。で、このまま上に上がって、こちらです。行きます。大立ちは何だろうな。何をメインに使ってやっぱ中段なのかな。どうなのかね。ね、全然見たことないんだよね。いるぞ。こんなところでなんかいるぞ。私の壊れ方。え？やつらの力が増してる。増してる。食べた。あっ、あぶなあ。後ろを任せろ。ズーン、ズン、ズン、こうだ、きっと。はっ、そして、あ、下がる。はっ、し、いいぞ。バカめ。あ、いいね。ちょっと基本のやつだけ覚えようかな。覚えなさいよ。基本のやつだけ覚えるわ。基本覚えなさいよ。基本の、なんか、4つあるでしょ。素早く2回切り上げる。ノート上と何のみしようかの抜き、キャンチ出す。な、この辺覚えとこうかな。あ、これいいじゃない。受け流し地面に叩き伏せるだって。攻撃を受ける直前に L1 来たな。出た。そういうの来た。そういうやつ。そういうの来たわ。ちょっとこの、じゃあこの3つとりあえず。とりあえずこれでいいや。そういうのがあんのか。任せてちょうだい。色を覚えると途端面白くなるからな。そうなのよ。結構変わってくからね。あっ、お別れです。裏から回り込むって言いながらそこで大立ちしてますか。あれ嘘つきじゃん。そうか、これ全然やる気ないじゃん。しゃっ、あっ、あさ、いいよ。では、こっちじゃねえわ。あ、上か。この中になんか結構というかそこにいる。いいよ。こいつのちょっと、じゃあ。あっと、突きはダメよ。あ、お、俺。あ、あー、なんじゃえ、ダメよそれは。あら、おい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 、やらせてくれよ。流れ方知らんのか。あ、いいぞ。へい。吹いちゃダメ。吹いちゃダメ。あ、それ吹いちゃダメ。下から来るぞ。来た。な、いける？21、31。あ、やばい。やだ。いくらなんでも早い。よし、頼む。
一旦減らそう、一旦減らそう、ちょっと待って全部俺に来てる一旦減らそう。あーすごい、まとめていけるじゃんこれ。ちょっと痛い、あっやめてください、減らしたぞ、やめて、まだ死んでない、減らした、うっ、あれは無理、あれは無理、あっわかめ、よし、なんか上段攻撃でなんか覚えたんだよな、なんだ、何覚えたんだ、素早く2回切り上げる、速い攻撃に続けて三角、頼むよ、あこれだ、なるほど、 OK、 んーダカタンタカタンタンタンタ、よいしょよいしょ、なんかこっち行けんじゃなかったっけ、あさあこっちだっけ、もうあんま覚えてねえな、いや覚えてない、でも人はいっぱいいる、うん、ちょっと人はいっぱい倒したい、うあ、あいつか、ちょっとどうだどうした、う、上だ、やってくれちょっとよし、やってくれどうにかしてくれうちちょっとあいつあはは、死んだな、 あいつ早い、何やってんのさ、一発ずつが早い、横移動よ、お全然撃たなくなったな、なんだよ、2位が弾ずる、弾切れ、うまい、あパーパー、任せろ、頼んだ、こいつは任せろ、頼んだ、5-1、待って、頼むよなんでそんな数多いの、やば、あでも2体こっち来たな、いいよ、あよいしょ、大丈夫、ザンザン来た、いいね、これがあれどうした、攻撃に合わせて L1、 おいおい、嘘だ嘘だ、どうした、来た、嘘ついて、あなるほど、倒すだけか、ここから追い打ちがあるわけじゃない、あれ死んでない死んだ、あれどこ、あ、いた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 、普通に死んでたけどなかなかやるじゃねえかこいつ、やったらやったら、あこいつなかなかやるじゃねえか、なかなかやるな、いい勝負してるぞなかなかやるな、仕方ねえ、仕方ねえけどな、あ、ここにもいる、おお、かっこいい、モーション変わるのいいね、ゲラーン、そうか、でもこれをメインにしようとするとステータス大幅に変えないといけないんだもんな、うん、お、槍だ、でも十分楽しめるな、でいでい、いいよ、ほら強い、いいよ、はい、あ、いったな、あいつ、あ、いった、あ、いった、危ない、あいつマジ、任せろ、上だけはやっといてやる、し、任したぞ、これちょっと強めな、強めな、あれ無理かも、しゃ、危ねえ、これちょっと強めな人じゃない、こんにちは、スネコスリがどっかにいる、うん、ん、お、あ、横にすげえ2人ぐらいいるぞ、ほんとだな、全然気づいてねえわ、ここを通る、いった、このマガラ坂本が断じて、いいぞ、あっこの戦い見どころあり、あ、何してんだお前、おい、 うわー、後ろ回り込んだと思ったら大手だった、危ねえ、ほっほっ、いいぞ、なんだか飲んだぞ、あ、攻撃力上げたぞ、ずるずるずるあ、危ない、うわぁ、うわぁ、ちょっと届いたな、
しょうがない。じゃあ頼んだぞ。いいよ、いい、うまい。ずらん、大立ちの一発が強すぎる。マジこいつめ、いや、じりじりするよこれ。スタミナがもうちょっと削れそう。チャンス回復して、ほいほいほい、ガードされちゃうね。ここいい、上いいぞ、上だ、ぽい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 、さっさとても一気には見えない。あか、お前4000も回復しやがった。がっつりこいつ、ズワーズバーン、かっこいい。あー、よ、避けていく。いいよ、あっ、あっ、あー、バチバチして、あっ、あっ、あっ、強い、強すぎる、強いぞ、危ない危ない、やばい、危ない危ない、さらば、足りないギリギリ足りない。あー、いいねおい、強すぎんじゃねえか。ああ、こちらの攻撃力の低さもやばいな。じりじりするな。いや、じりじりしたね。2押した、2押した感じだね。これ2押してるわ。攻撃見極めて、そうね、隙を狙っていくっていう。あっ、どうした、他の二人をまずやり、他の二人、あ、なるほど、あ、ちょっと待って、うん、なんか始まったぞ。よし、他の二人やっとくから、よろしく、よし、やっといた、つっ、なんか大立ちばっかだな向こう、やっぱ強えって言われてんだろうな、ね、向こうの社会でも。おい、スタミナがなくなってます。いいよ、スタミナなくなってます。わかめ、あれ、あ、あ、さっ、こっちもない。うん、なんか、うん、頭身なんだろうな、でかくない、この人。誰が、この人でかくない、ドンさんが小さいのか。あ、俺が小さいんだと思う、多分。いいよ、もう半分ぐらい来てますよ。やっぱ冗談、冗談ですよ。やばい、それはダメよ。ここ似合ってんな、大立ち。俺も似合ってるでしょうに。なんかドンさんのは大立ちに持たされてる感がある。痛い痛い。本体が、本体が大立ちっぽい。向こうはなんかちゃんとそれ用に鍛えてる感ある。鍛えてる感ある。うん、あ、いいよ、いや、いいよ、いいよ、いいよ。はいはい、あ、ちゃんちゃん、お、ちゃん、バカだれ、うわ、5000、6000、6000ぐらい、バカ野郎。あっ、あっ、危ねえ。はい、いいぞ、バカめ。あー、一撃が重い。あっ、あっ、うっ、あっ、三発も入ってしまった。あれやりたいのに。おい、何それ。よし。お、いいよ。ボン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 。うん。ここか、ここか。全然できない。むず。いいよ、いいぞ、これやっぱ強い、頑張れ、スタミナやばいぞ、はい、
ここはもう血だらけだ。えい、どうした。あっ、おい、どうした。おい、どうした。中ボスかかるね。おい、どうした。あ、下にだか。あ、危ねえ。ひとつきされるとこだったぞ。バカめ、あー、さらばじゃ。ちょっと、慌てたな、向こう。慌てたな。ちょっと今、あ、あとは頼むぞ。なんて辛いんだ。あー。わかったな。よし。拝みます。なんか、ちょっと、うん、寒くなってくる。肌寒くなってくる。あ、肌寒いな。一気に。ズワー、ここで、ここでこいつかい。痛い。あ、ほい。いやいやいや、よいしょ。回り込む。よし。あ、よいしょ。あ、よいしょ。いいぞ。あ、これ、これ強い。三角強い。はい、よし。オッケー。これで、あ、うわ、あいつだ。しょ、前回と、あいつがいんのか。武器が違うだけで、見え方が変わる。ほんとだよな。こいつは動かないよね。あ、よかった。地で戦うか。あ、いいよ。あぶね。お、よし、よし、よし。俺一応雷属性はついてるから。なるほど。シャッ、いいね。いいよ。ほい、飛んだ。当たってる。シャッシャッシャッ。はい、おいおいおい、いけるいける、全然いける。よっ、なんだこれ、なんか下いけるの。きった。あっ俺も落ちちゃうっていう。なんだよあれこれ、あれこれあれこれ、これまさか、これまさか、そんなことない、まさか。あっ、あっ、あ、下がある。ああ、そう。はしごで本来は来るところだよね、これ。ああ、なるほど。ショートカットか？すごいショートカットの仕方だけど、これ。めっちゃ落ちてきた。あ、こいつはあれか。あ、こいつあれだ。あ、やべ、間違えた。ほい。よしよしよし。おい、何、よしよしよし、何周りでニチニチやってたんだよ。よしよしよし。危ねえな。よしよしよし。あっ、よいしょ。あ、いいよ。いいよ。いや、あちゃ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 あ、はいはい。ああ、あ、ここはなんか知ってるな。あがりーのー、あっ、あがりーのー、あ、温泉です。温泉だ。いや、気持ちいいだろうな。いや、こんな冷たいところで。ああ、もう出たくなくなっちゃう、声が。風、よし。あっ、あ自然、あ自然と、あ、自然と話しちまった。何もやずにペラッとした。この目の前で構えやがったよ、お前。やばい、あ、やばい、やばい、やばい。わがめ、はい、はい、危ねえ。難しいなぁ。よいしょ。気持ちがいいですね。あ、ほい、あ、いいね。ほい、ほい、ほい、あ、いいね。バカめ、おれ、あ、よし。うそ俺がやるやつなのに俺がせっかく気力削ってかっこよく最後決める。ありがとうございます。なんで
あれもこっちはあれじゃない？あ、こっちが多分もうボスだから先にこっちかな行かないと。あ、どうする？辛い思いをする？別に辛い思いできるよ。まあ2人だからいいかも。なんだ俺全然覚えてねえんだけど。あっち行かないと、うん、あの余計なのがね出てきちゃう。こっちに。ああ、え、じゃあもうこれボスなんか。多分ボスです。もう準備します。ピーン、あっぽーん、さーん、あピーン、よし、レッツゴー。早かったな。結構早めに来ちゃったね。うん。お、半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。二人、俺もできるけどな。できる？あれ。うん、できる。さ、あんな飛べる？飛べる。こいつら足すげえ細いんだな。細い。きたー！ずー！でも本田たたかずも強いですよ。強い。ずー！あれを受け止められるだけで十分強い。ほんとだよ。あ、割れた。ズーン、ズーン、ズーン、ズーン。あ、あー、武器が。はい、来るあー、かっこいいかっこいいなぁ。いいなぁ、やっぱり。そうだな。あ、あ、始まりました。ちゅっ、おっ、おっ、うわぁ、こいつ強かったなぁ。いいぞ。あ、後ろ任せろ。後ろいいなあ、後ろ任せろ。あっ、これでちょっとずつ。こいつも大立ちか？大立ちですよ。流行ってんな。こいつの欲しいな。あ、ちょっと、あ、やっぱり。ちょっと、こうやって、あ、違う、これじゃない、これじゃない、危ねえ。よしよし。いった。いいぞ。あ、さすがにこれは取れないのかな。危ねえ。危ねえ。はい、はい、そい、そい、そい。いいよ。いいムーブ。あーらららら。スイッチ、スイッチ。これはもうスタミナが。よし。いいよ。あ、集団とか隙がないから。あーあーあー、大変大変。何回やんの。え、いやー、なんかいけそうだぞ。いけるな。でも全然減ってない。あれ？さあれ？残念、それは変わり身。なるほど。危ない、危ない、危ない、今のは。よし、よし。あ、足りない。足りない。残念、それは変わり身。いいぞ。ちょっと、さすが忍者。危ない。危ない。こいつ前は謝ったな。ちょっと、バカめ。残念、それは変わり身。やば、あいつやば。バカめ、スタミナないだろう。いいぞ。三三。はや。はや。どうしちゃったの。うわ、いって。ここは。ふう。陰陽師スキルを使うしかない。頼んだ。水神様ー、水神様ー。あ、全然効かねえじゃん。うわ、痛え。残念、それの代わりに。やばー、もうないんじゃないの。さすがにもうないんじゃないの。もう、あ、やばい、危ない、危ない。バカめ、ほっ、ほっ、そい、そい、痛え。危ねえ、痛い。うっ、蹴り、
あ、避けて避けて。やめてやめて。強い。なかなかやるじゃねえか。よし。ほっほっ。いった。ちょっと。これしてやろうかな。よし。あつかまれていく。でもまだまだ大丈夫。よし。まだまだかい。つい、つい。ちょっとこ、つい。いや、いいぞ。危ねえ。はい、今の。終わった。危ねえ。危ねえ、避けて。危ねえ、避けて。めちゃめちゃやられてる。まだ回復ある。よし。まだまだ回復ある。狙われてるぞ。危ねえ。はい、ナイス。あー、スタミナがないぞ。よし、おら、うわ、はあ、もう倒せるよ。とどめ刺してやって。しょうがねえな。あっ、うっさ、おっと、うわぁ、いい勝負。残念残念、それは代わりに。何個あんだよ。ちょっと待って。あー、いいよ。これはこれ決まったね。これは決まった。これは決まった。これは決まったよ。さあ、うわ、かっこいい。ダメージか。ダメージがいいぞ。ダメージが危ねえ。ダメージが揺れるよ。あ、もうもうこれは常闇も晴れ。くさっ、ついに作り負けた。あ、やばいやばいやばい、これはやばい。あ、なんてこった。復活できない。やばい、任しとけ。じゃあ、あとは俺がとどめを刺しとくから。頼む。まさか武器を変えるだけでこんなにも。あぶねえ。あぶねえ。しゃがんでた。バレてねえようだな。あぶねえ。終わったか。バレてねえようだな。あ、やばかったな。武器変わるとやばいわ。あ、いや、面白いな。面白いな。ああ、やっぱり。あ、向こうだ、向こう。ああ、この人の存在忘れてた。申し訳ねえ。の助たち、感謝いたす。この恩、必ずや我が部で報いよう。ん。ああ、おしまいです。我らを討ち取った今こそ、浅井朝倉を打ち破る好機。好機。我ら徳川も体制を整え、共に参ろうぞ。参ろうぞ。先へ進む。あ、おしまいです。進みます。いや、ほんと一兵士みたいな感じになってたな。いや、ほんとなってたね。なんかどん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 湧いて。ほんとのファミコンのゲームみたいになってた。あー、7機ぐらいあったぞ。そうだね。いやー、いやー、すごかったな。死闘だったわ。あ、あ、太郎たちもらいましたわ。ああ、もらった。これが多分、そうだな。次回ももしかしたら背中に担いでる可能性はある。そうだな。うん。これもやっぱリベンジ戦。そうだね。十分あり得る、ね。俺は勝ててないからね。負けてるからね。完全に。そうだね。今回は完全に負けた。完敗だよね、あれは。今回は俺は完全に負けたな。あいつなかなか強かった。そうか。あ、しかも、この前に比べて、ちょっと難易度が上がってるね。刀鍛冶が1本じゃなくて、もう、2本になって。ああ、単純にね。単純に、こっから先は、どんどん難しくなっていくんで。あ、ほんと、ドンさんは2本だったんか。2本だった。俺なんて3本だったからな。ああ、そらきついわ。それはいい難易度だよ。いい難易度です。なるほどな。なるほど、なるほど。やっぱ武器の強さに、そうですね、甘えてたんだな。甘えてますね。だからこっからは上限170までしかないから、防具類は。そうか、上がってきてる。どんどん食らうダメージが
きつくなるね。ちょっと次回もちょっとやりでリベンジさせてくれ。そうですね。いやリベンジしましょう、うん。というわけで今回は終わりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。またです。バイバイ。ドンピシャの妖怪紹介よっやってまいりました。オーケー。今回はすねこすり。あー来たねー、かわいいのが。かわいいのが今回やってまいりました。うん、前回またまあ入りきらず、うん、ただくるぶしを骨折したところで終わってたので、日々ね、ま、日々だから、あ、うん、そうですね、骨折はしてないから、日々、うん、日々入ったところで終わってるので、うん、うん、まあ今回はまた綺麗にまとめてもらいたいなと思っております。まあそうですね、最近ちょっと収まりきれてないからね。そうだね、うん、やっぱり収めていかないとね。そう、ぜひよろしくお願いいたします。そういう企画だもんね。だってそうですよ、うん、ちゃんとまとめてもらわないと困るんで。そうですね、はい、よろしくお願いします。わかりました。では、はい、いきます。はい、妖怪紹介すねこすりでございます。うん、よーいスタート。岡山県に伝わる人の足にまとわりつく猫のような妖怪。犬みたいに描かれてることもあったり、猫でも犬でもないハムスターみたいな姿で描かれてることもあって、まあ、説はいろいろあるそうなんですが、雨の降る夜に現れて夜中道を歩いてると足の間をこすりつけながら通り抜けていくという、なんとも可愛い、まあ可愛い妖怪ですね。このすねこすりは、まあ、人畜無害の妖怪で、強いて害というならば歩いてる最中に足の間こすりつけられてきて、られるもんだから、まあ、少々歩きにくいかなぐらいのもんですよね。で、ちょっと今、すねこすりとは関係ない話を思い出したんですけれども、小さい頃、笹原くん家のそばの路地に小さい穴があったんだよね。幅的には片足が入る程度で、深さは足首ら辺までの小さい穴。何をしてたか忘れたけど、後ろ向きに歩いてたらその穴に片足がスポッと入っちゃって、また急に入っちゃったもんだから、バランス崩れてね、くるぶしグーンってなっちゃって、はい、以上です。無理か無理なのか。残念、ひびも入らず。ひびまでいかず。あ、残念です。では次回またお会いいたしましょう。さようなら。かわいい妖怪だよ。